山本はドジャースに来るだろう。理由は、山本投手がドジャース移籍に傾いているという報道が流れました。ロバーツ監督が明言していますが、その理由は何でしょうか。本編でお伝えしていきます。米メディアが MLB 移籍を目指す山本由伸投手の最新移籍情報を報じています。大谷翔平選手のドジャース移籍が決まった中、今最も注目されている FA 選手といえばオリックスの山本投手でしょう。山本投手の争奪戦には複数の球団が参加しており、ドジャースとの交渉の際にはなんと大谷選手を含むスター選手たちが同席したようです。今回はそんな山本選手のこれまでの経歴や米メディアによる現地での評価、最新の移籍情報についてお伝えします。さらにポスティングによる MLB 挑戦者が続出している昨今に、とある球界 OB が苦言を呈しています。ぜひ最後までご覧くださいませ。山本投手の経歴。山本投手は1998年8月17日に岡山県備前市で生まれ、中学生まで過ごしました。オリックスバファローズでチームメイトである頓宮裕真選手とは同じ少年野球チームのチームメイトという間柄でした。小学1年生で始めた野球では、小学校時代と中学校時代ともに所属チームで全国大会に出場しています。高校時代は宮崎県で過ごし、150キロを超えるストレートを投げるピッチャーとして頭角を現します。甲子園には出場できませんでしたが、プロ注目のピッチャーとしてドラフト会議当日を迎えます。山本由伸投手のプロ入り後、2016年プロ野球ドラフト会議にて4巡目でオリックスバファローズが指名。入団時の背番号は43でした。高卒1年目である2017年は2軍で8試合に登板し、2勝0敗、防御率 0.27、自責点1、33.2 投球回、28奪三振、四死球3、基本塁打0という成績を残し、8月20日に1軍の試合にプロ初出場します。2回目の登板となった8月31日には5回2失点でプロ初勝利を挙げる活躍を見せて、最終成績は5試合1勝1敗、防御率 5.32 と将来への期待が膨らむシーズンとなりました。2年目の2018年は2軍で6試合に登板し、2勝0敗、防御率 0.38、自責点1、24投球回、23奪三振、四死球8、基本塁打0という成績を残し、1軍に昇格。中継ぎとしてプロ初ホールド、プロ初セーブを挙げるなど、54試合に登板。惜しくも最優秀新人賞は逃したものの、リーグ2位の36ホールドポイントを記録しました。3年目の2019年からは先発へ転向し、初完封勝利を挙げるなど20試合に登板して8勝6敗、防御率 1.95 で自身初のタイトルとなる最優秀防御率投手賞を獲得しました。またシーズン終了後に背番号18への変更を発表しました。4年目の2020年は新型コロナウイルス感染症の影響でプロ野球開幕が遅れ、調整が難しい中、18試合に登板して8勝4敗、防御率 2.20、149奪三振の成績を残し、最多三振奪取投手賞のタイトルを獲得しました。5年目となる2021年は初の開幕投手という大役を務め、シーズン15連勝を記録するなど、チーム25年ぶりのリーグ優勝に大きく貢献しました。最終成績は26試合に登板して18勝5敗、防御率 1.39、206奪三振、表彰は MVP、ベストナイン賞、沢村栄治賞、三井ゴールデングラブ賞、獲得タイトルは最優秀防御率投手賞、勝率第1位投手賞、最多勝利投手賞、最多三振奪取投手賞と過去最高のシーズンとなりました。そして6年目の2022年は2年連続の開幕投手を務め、6月18日にはノーヒットノーランを記録するなど、リーグ連覇、26年ぶり日本一達成の中心選手としてチームを支えました。最終成績は26試合に登板して15勝5敗、防御率 1.68、205奪三振、表彰は MVP、ベストナイン賞、沢村栄治賞、三井ゴールデングラブ賞、獲得タイトルは最優秀防御率投手賞、勝率第1位投手賞、最多勝利投手賞、最多三振奪取投手賞とプロ野球史上初の2年連続投手4冠に輝きました。2023年に行われた WBC では、
1次ラウンドのオーストラリア戦に登板。4回まで60球を投げ1安打無失点、8奪三振でオーストラリア打線を圧倒。生観戦した MLB 公式のマイケル・クレア記者は、アンビリーバブル、先発4番手だとは思えませんと絶賛しました。山本投手を初めて生で見たというクレア記者は、2年連続で沢村賞を取ったんですよね、信じられないほどの感銘を覚えましたと驚いていました。クレア記者はこの時すでにメジャーでの活躍を確信、彼はおそらくメジャー25球団ですぐチーム内でナンバーワンの投手になることでしょうと指折りの存在であると認めていました。今シーズンは171イニングを投げ全球団で最高の防御率 1.16 を記録した山本投手は、パリーグで3年連続 MVP に輝き、ポスティングによって MLB に挑戦することを11月に宣言しました。山本投手の現地での評価。 MLB 公式サイトは11月9日、今年の FA 選手の先発ランキングトップ10を有識者の投票で決定し、1位にオリックス山本投手が選ばれました。今年のサイ・ヤング賞候補スネルや210勝サワン・カーショウらを抑えてトップに立ったことについて、同サイトは、海外の選手が MLB で適応できるかという点では常にリスクはあるとした上で、しかし NPB で最も輝かしい実績を持つ山本には有利な要素がたくさんある。25歳という年齢は FA としてはかなり若く目を見張るような実績、パワーのある投球術、大舞台での実績、そして数々の受賞歴を持っていると評しました。米移籍情報サイト MLB トレードルーマーズは6月に FA パワーランキングを紹介。1位は大谷選手の名前が挙がっており、山本投手は2位にランクインしています。もしかするとこの惑星上で最も才能がある投手の一人かもしれない。最近の5シーズン中、年間防御率1点台が4度、通算防御率は1点台、など若き右腕が残すデータに裏付けされた優秀さであることを指摘。四球を抑えながらも高い奪三振能力も紹介しつつ、 NPB 屈指の投手だとしています。しかし山本投手と結ぶ契約において懸念点もあるというのです。178センチ80キロの体格には少し不安を覚えるチームもあるかもしれないと記事内では注目されており、ポスティング費用という通常の FA にはない負担を指摘しました。ただプロフィールの中で危険信号はこれくらいなものだとも評価していました。山本投手の争奪戦は500億円超えで決着か。米メディアが連日のように山本投手の争奪戦を記事にしている中、ファンサイデッドは12月19日現時点でどの球団がどのような条件を提示し、そしてどの球団との契約が有力なのかを予想しました。山本に関心を持っているのは判明しているだけで7球団とした同メディアは、ヤンキース、ドジャース、メッツは引き続き多くのメディアに取り上げられ、フィリーズも積極的、ジャイアンツとレッドソックスも熱心に追いかけていると考えられ、ショウヘイ・オオタニとホアン・ソトに空振りしたブルージェイズも大物を狙っていると7つの球団名を並べ、それぞれの条件を予想しました。ジャイアンツは9年3億ドルと予想。カルロス・コレア、アーロン・ジャッジ、そして大谷のいずれも獲得できなかったがスター選手を加えたい願望を持っている。頼りになるエースがいないため山本はその役割に当てはまると評価しています。レッドソックスのオファーは9年3億2400万ドルと予想。ブライアン・ベイオ、クリス・セールという気鋭の投手がいるが、トップエースの地位は確立していない。もし山本を獲得できれば多くの懸念が払拭できるだろう。それでも契約できる可能性は遠いように感じると評しています。ヤンキースについてマイク・ペトリエロ記者は、ファン・ソトを獲得した以上2024年は全力で勝利を目指さなければならないとコメント。パドレスとのトレードで多くの投手を放出しており、先発投手陣はカルロス・ロドンとネスター・コルテスが健康を維持して活躍する必要がある。山本を獲得することは現在と未来においてチームを大いに助けるだけでなく、ヤンキースがヤンキースであり続けることを証明することになるだろうとしています。メッツについてはトーマス・ハリガン記者が、多くのチームが獲得を目指す中、大富豪のスティーブ・コーエン・ボーナーがそのオーラを維持するためにはこの戦いに勝利する必要があるとコメント。
公園オーナーが球団を買収したとき、メッツはどんな選手でも獲得できるという暗黙の約束があった。山本の獲得に失敗すればそれが覆されることになる。もちろん戦力としても山本は必要であり、彼と同レベルの期待値を持つ投手を獲得するチャンスは滅多にないとしています。ドジャースについてはデイビッド・ワドラー記者が、多くのスター選手を抱えているが投手陣のスーパースターが不足している。タイラー・グラスノーを獲得し、2025年には大谷がマウンドに戻ってくるが、あと一人エース級の投手を獲得できれば今後何年にもわたって最強チームとして君臨し続けるだろうとコメント。クレイトン・カーショーが戻ってくる保証はないし、ウォーカー・ビューラーは1年後に FA となる。山本は彼らの後継者となれる。山本はネクスト・カーショーになれるんだ。大谷より4歳、グラスノーより5歳も若いのだからとしました。ロサンゼルスの地元局は19日、ヤンキースとドジャースが争奪戦をリードしていると報じました。テレビ局 SNY のアンディ・マルティの記者は番組内で、ヤンキースとドジャースが常に有利な状況にあり、メッツは見込みありといったところと状況を説明。また14日に行われたフィリーズと山本投手の入団交渉では、スター選手ブライス・ハーパーが勧誘を行っていたと MLB ネットワークのジョン・モロシ記者が18日報じています。フェイスタイムを使ってフィリーズのプレゼンテーションを行ったというのです。ハーパーは2015-2019年にリーグ MVP に輝き、2015年は本塁打王も獲得している MLB を代表するスラッガー、2022年はリーグ優勝決定シリーズで MVP に輝くなど、リーグ制覇に導きました。果たして日本球界最強の右腕を手に入れるのはどのチームになるのでしょうか。ドジャースが MVP トリオで勧誘。そんなドジャースは今月12日に山本投手と直接交渉を行った際に、ドジャース移籍が決定した大谷選手が同席していたことが分かっています。ドジャース大谷選手の初仕事はなんと山本投手との交渉でのサポート役でした。前日ドジャースタジアムで行われた面談には大谷選手のほか、ムーキー・ベッツ、フレディ・フリーマンの MVP トリオ、さらに女房役となる可能性のあるウィル・スミスと主軸が同席。全員がオールスター出場経験者の豪華な同僚候補が顔を揃えて山本投手を出迎えました。ドジャースにとって先発陣の補強は大谷選手獲得に次ぐ今オフの最重要課題。長年の絶対的エースで手術明けのサワン・カーショーが FA となり、しかも復帰時期は夏以降とあって現時点で再契約の可能性は未定。新エースのビューラーも手術明けで不安があり、ローテは確定していません。大谷選手にしても9月に右肘手術を受けたため、来季は登板できず打者に専念するしかない状況。ローテの柱となる山本投手が加入すれば、地区3連覇だけでなく2020年以来の世界一にも近づくことができるでしょう。10年契約を結んだ大谷選手にとって山本投手との長期タッグはドジャースと自身の今後も左右するだけに、電話などではなく直接出馬してラブコールを送ったものとみられています。ロバーツ監督も、山本はドジャースに来るだろう、理由はもちろん翔平がいるからさと自信満々に語っています。確かに山本投手にとっても今年3月の WBC で一緒に戦った大谷選手は心強い存在となるでしょう。これまでメジャー1年目の日本人選手は相手への気遣いもあり、日本人の所属球団を避ける傾向があったが、山本投手は意に介していません。代理人のジョエル・ウルフ氏によると、山本投手が WBC でダルビッシュ投手や大谷選手からの助言で適応できた経験からも日本人と同僚となることにメリットが多いと、むしろ前向きな姿勢を見せているといいます。しかも山本投手は幼い頃からドジャースファン、背番号17の大谷選手に続く18も用意されるなど、マイナス材料は見当たりません。ポスティングでの MLB 挑戦者続出に球界 OB が疑問符。山本投手の他にも将来的な MLB 移籍を志願したとされる選手が多数現れています。西武高橋光成投手、ヤクルト高橋奎二投手、ソフトバンク大関智久投手、広島森下正人投手、ロッテ佐々木朗希投手、すでにヤクルト村上宗隆内野手は球団から2025年オフのポスティングシステムを利用してのメジャー挑戦を容認されていますが、阪神 OB の中田義弘氏は契約公開交渉後などに憧れを口にする選手の多さに疑問を感じているようです。
何か勘違いしてるんじゃないかなというのが一番。権利を持ってないのなら山本由伸のように日本でダントツの成績を残さないと。この選手ならメジャーで通用するんじゃないか、メジャーで見てみたいなとファンに心よく送り出してもらえるようにならないとね、と持論を展開しました。続けて、大谷や山本由伸の契約に関する報道などを見てると、日本とは比べ物にならない金額だし、個人事業主であるプロ野球選手としてそこに魅力を感じたり、もともと憧れていた舞台に挑戦したい気持ちを表すのは不思議ではないけど、筋が違うかなという印象だね、と口にしています。現在国内 FA 権を取得するためには1軍登録日数8年、海外 FA 権を取得するためには同9年が必要になっています。かつて阪神井川慶投手がポスティングシステムを利用してのメジャー挑戦を希望した際、落合博満氏は、希望はあくまで個人の希望、 FA 権を持ってないのにメジャーに行きたいというのならまずは契約金を返してから言えっていう話だと思うよ、と持論を展開していました。希望や憧れを声にするのは選手の自由ですが、必要戦力と考える球団がノーと跳ね返すのは当然の主張。選手会は海外 FA 権を得るための9年という期間短縮を働きかけていますが、そう簡単にまとまる話ではありません。球団とファンが納得し気持ちよく送り出してくれる成績を残すことが夢を叶えるための何よりの近道ではないでしょうか。今回の動画は以上です。今回の件、あなたはどういう感想をお持ちになられましたか？ぜひコメント欄に感想をお寄せくださいませ。またこの動画がいいと思った方はいいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画もぜひご覧くださいませ。